はい、と2020年日付が変わりました。12時7分でございます。時間なんか何時でもいいじゃないということで、4月26日でございますということで、左の感じでとりあえず折り返しまして、まあ、デッキ一応右のような感じじゃないんですが、今日はもう完全に熊野丹で遊ぼうかなと思って、一応まあデッキはこんな感じじゃないかなと思ったんですけど、差し引くとどんなもんなっとの、本当 81?81 の53?81の53。よくないね。81の53。よくないね。よくない。まあ、とりあえずこれ行って、負けたら熊野丹デッキに変えます。せっかくなんで最後の日ぐらいさ、熊野丹で遊ぼうかなと思ってさ。ねえ。ねえ。ということで。たまにはさ、ずーっと、あ、まあ、勝ちに固執するならこんな感じじゃないと思う。やっぱかばって蘇生して全体かけるみたいだけど、ちょいいや、負けたら変えるわ。熊野丹遊びさせたいもんでさ、今日ずっとそれやってたんですよ。熊野丹に何かパーセン上げてレンゲかけて全体やっていくみたいなさ、うん、あれ火風って強かったんか、水風って弱かったか、これダメだったよな確か、うん、そうだよな確か。ちょっとこの相性が分かんねえんだ、あの顔怖えんだけどさ、相性ダメだったよなあれ確か。音入っとるね、ちゃんといいね、ちゃんといいね、大丈夫だね、大丈夫だね。宇和島さんがおるね、宇和島さんいかんやつだね。まあこっちとこ、宇和島さんいかんやつだね。あれダメだね先生はこれあれだな、多分あれ貫突なんだろう、あれどうせ絶対さっき一回当たってデッキは分かったんですけど、多分絶対殴るデッキなんだよな、多分そういうことなんだよね、変え、うん、方がいいんじゃないかこれ。かからなくなるよな、2回かからんやな。風の方がいいってあれだったかな、かからんやな、これってかからんやな確か。それでオーバーキューにしたんですよ。どっちになっても別にいいよなって、もちろん遅延食らいますよ、あなたの大好きな大仏さんにボコーンってやられるけど、うん、やられるけど、まあ、本当あれだね、これ絶対に風変の方が有利だね、当たり前だけど、ターバン使った方が連続で使えるでももたらするやりやすいよね、思うよそれは素直に。これだけどさ、はっきり言ってこっから産んだよ。相手にバタラレがいないっていうことと、味方の水の数がどんだけおるかってことだよ。そこだよね。他のとこみたいに何、水の全体かけたからで別に抜いていけるって保証は全くないでね、うん。むしろなんか田島にあれかけた方がいいんじゃねえかぐらいはある、本当に。うん、ここら辺ぐらい。マネ、マネ、モーメント、マネ。これ嫌いなんだ、わかるでしょ、わかってよ、わかってよ、わかってよ。マネタリー。普通にこうやって、なんて言うんだろう。色防御って言うの。バタリアってなんて言うの、色立てって言うの、これ。色立てだね。色カバーじゃない、色立てだね。みたいなのが、いないとあれだね、そのままスーッていっちゃうけど、ここが一番あれだな、苦戦するわな、うん、せっかくなんでさ、最後ぐらいはやっぱり遊ぼうかなということでさ、うん、ちょっと真面目な構成も考えたんですよ。
水のあれがあるでね、なかなか綺麗にいけるっていうわけではないですね、当然ね。なんともあれなんて思わんすけどね。ただ面白さで言ったらやっぱ火力できた方があれだろうな、たまには。いや思う、せっかくだって熊野タウン使ってみようかなと思ってさ。嫌いなやつだろ、これ嫌いなやつだろ、これ多分みんな嫌い人多いんじゃない、この問題。そんなことない、そろそろ頭に入ってきたよ。そろそろね、そろそろね、そろそろ。すげえ火力だな、ありがとうございましたということで、まあ、せっかくなんでちょうどいい区切りで負けたんで、ありがとうございましたということで、まあ、最後ぐらいさ遊んでいこうやということで、ということで、まあ、右には一応それを貼ったんですけど、それはそれをなきにして、どれだったかな、最後止める、バタリアでいく、どっちがいい、最後どっちがあれかなーってさ、どっちでもいいんですけどね、要は分かるでしょ、分かるでしょ、うんと、ロマン砲撃とうぜみたいな、そういうせっかくマナタあるんだでさ、使ってこうぜみたいな、この2いかん、うどん、せっかくだうどんかけたい、この2つぐらい、まあとりあえずこっちに行ってみようかだったら。うどんでアップかけて、で田島でもタウロスでもいいよ、本当はタウロスでもあれだったもん、これコスト的にただこういう風にしただけ、うん、まあもうどっちでもいいよ、これは要はあの分かるでしょ、熊野さん砲を撃つだけのやつ、ただそんだけ、うん、ただそんだけのやつ、ずーっと熊野さんはなんかさ、こうやって2回攻撃とかパーセントアップ、火力アップさせて、なんか面白いないかなって、まあ、勝っても負けてもいいわと思ってさ、あれ打てんよな。6000、あの顔ほんと怖いんだけどさ。本当あの顔怖いんだけど。ガン見しとるもんね、あれ。ちゃう、マジであれ。頼んだ、ヒルズ。ヒルズ頼んだ。ヒルズってでもあれなんだよね、これって。ん?確定じゃないんだよね。なんでヒルズそっち行くの?うどんじゃ打てんよ、多分。うどんともう一発いるに。ヒルズでも確か確定じゃないよ、あれ。残すはず、少し。あ、そっち先行っとるもんな。そっち先行っとるもんな。ウーマンにはあれか、ポジション取れるけど他は等倍ってことかもね。田島がどっちみちあれだもんな、どっちにしたって等倍とか変わらんもんで、悩ましいってことだね今のね。エトナとかにはあれだもんな、水の方が有利っていうのがあるから、一概に言えよな、あれよな、これをやるだけだよ、これをやるだけのやつだよ。ちょっと相手足りんね、ウーマ一体じゃ。あれじゃ足りんね。はばきぐらいおらんとあかんね、これは。推定換算にすると、これが、とね、5凸ぐらいだったかな。6000ぐらいで、イベホ入ると1万弱ぐらいの全体攻撃を2回攻撃かけて、うどんかけてますってやつ。うん、
まあ最後あれかな、バターリアよりなんかこっちの方があれなんかなーって、いいんじゃないかなーって、まあ、ここら辺はどれでもいい、要は熊の短砲が打っちゃいいだけじゃん。せっかくなんでさ、そのネタじゃないけどさ、ねって持ってどうかなってやったんですよ、うん。強さで言ったらそんなあれだよ、はっきり言って。残すよ普通に。かばった方が絶対強いと思う。ありがとうございましたということで、うん、4枠のとこのあれだよね、要はさ。ありがとうございましたということで、まあ、せっかくなんでこれなんでいきますわ。次バターリアの方でいこうか。なんかいつもかばうじゃないけど、そんなことやっとんのもなんかあれだよなって。普通あれだよな、タウロスだよな使っていくのは。うどん使うんだったらあれかな、そうだな、先生みたいにあれか、ウオマル、私ウオマルあれ使えんと思って、私ずーっとなんだろう、3形態かあれ上げずにずーっと持っとんすよ。いや、ダーウィンがケチっていうのもあるよ。あの顔は本当に怖いんだって。怖いんだってあれは、うん、そっち行っちゃうんか。私行けんのだわ。逆の方がいいんだけどな、クマンさんと絶対に。まああのあれが俺でいいわ。あのなんた名前出てこん、なんたスワコか。6200で打てた？ちょっと待てよ。6200で打てたの？本当に？マジで言っとる？これは全員火力ないでダメだわ。うん。どこ飛ぶかあれだな。これはダメだわ。まあ、風変されて確かに貫通されるってことがあるけど、まあ、変わったわ、あれだろうな、ここは。そっか、エイトの中。まあでもそうだな、火力でいくっていうならあれか、先生みたいに生まれでかけていってもっていうのもあるか。うん、まあ変えるわな絶対な。うん、パーバーもやりやすいと思う本当に。三枠に置いてもありなんじゃない、十分。二枠は当然あれだもんね、あのエイソナがおるとエジキにされちゃうけどさ。で、今日コストがまあまああれなの？せいなのか。ここは面白くないな、これは。これはあれだな、別に。何もやることないな。ゴスが2体とか出てくれんとさ。推定換算で計算したいけど、どんなもんなるんだろう。貫突だと1万ぐらい、1万ちょっとぐらい、私の6000円ぐらいだから、それでも1万弱ぐらいでしょう。で全体攻撃で5万、それ2回攻撃かけとる10万。でうどんかけてやる。であとは相手のあれだね、火に対する色がどうかってとこだけだわね、うん。そこら辺ぐらいか。こうやって絡めはまだバターリアあれなんだけどね、多少はね、うん、なんだかんだ言ってやっぱやりにくいよな。ただヘビとかのあれだね、全体かかったりするとガーって抜かれるっていうのもあるかな、うん。バタリアがなんとかあれだね、仕事は一応あれでできたんだな、とりあえずは、うん。まあ一応あれか。使わんわな、多分な。
絶対さ、やっぱかばって最後全体とかかけた方が私なんかいいんじゃないかなと思っとるよ。いや分かっとるよ分かっとるよ分かっとるよ、うん、そういうこと。それかあれだな、途中で全体かけてあれか、最後で蘇生かかばう。分かる分かる分かるんですよ分かるんですよ分かるんですけどさ、ありがとうございます。せっかくだね、熊野さんさね、え一応なんだろう、この和歌山の対戦入る前か、ありがとうございましたということで、350枚ぐらいあったんかな確か。んでちょっと待ってね、さそれを780連引いたか、80円ぐらいか、入れいか入れいか引いて、でもあれだな、連続になると一緒になっちゃうな大体そんなにさっきちょっと躊躇しとったとこなんですよ。で、それからあと溜まった分のチケット。左のだって全然溜まってないですが、もう溜まったら溜まったら、40枚溜まったらもう引いとった。でも体感的にあれね、悶絶2分の1ぐらいだね、熊本さんでどうの。半分ぐらい他のばっかりでどうに、これ。ガチャだけでこれ本当に国内さん集めると思ったら、デラつらいに。一応あれ打てたんだね。さっき打てたもんな、打てたとか行くしかねえんだもんな。本当、朝ちゃんがあれだね、言ってくれた方が私はあれかな。打てるのこれ。ほら、打てんでしょ ?5600 打てんでしょでしょうでしょ、いや、まあいいわ、別に。タゲットの頭自由だで。うん。うん、分かっとるで。6600だで、別にあれだな。風になろうが火になろうが、あれだもんな。6600だったか、あの怖いの、あのガン見しとるの怖え本当にあれ2人ぐらい並ぶと嫌だもんね。嫌だよなあれ高いな、運満率。まあさすがにきついわな。いいねが1万ぐらい、運満2万ぐらいで、2225万ぐらいってこと。ザクッと水換算か。こっちあれだもんな、連撃かかっとったりするの私しかいないもんな、うん、逆に向こうがあれだな、こっちが計算ミスするな。こういう場面いいね、こういうのがいいね、うん、さてせっかくなんで、こういう絵もさ、たまにはね。こんだけだってイベントがあるんだったら、ん？使わんてはあれだね。属性が不利だであかんけどね、あそこら辺もね、うん、まあこういう遊び、ただのこういう遊び、単なるこういう遊び。水、じゃあ火風とかでなんかあれなんだろうね、こういう連撃タイプでたら。でもそしたらあれか、みんな使うであかんか、やりやすくなっちゃうな。強いかって言われたらあれだよ、難しいとこあるよ。31ぐらいか。まあいいや、使っとくわ。2人よりだかんけどな、うん、3人か、あ2人か。にぎりもでも別に選択肢としてはありだよね、あれって。そうだよな、花ちゃんでしたくなるよな。花ちゃんの2倍ぐらいだから。花ちゃんの連撃かけた分をそのまま熊野さん一発で打てるってだけ。ただその代わり継続単位がないから、1段だけで集約しなあかんから、相手がなんかあれだね、あんまりないと。ねえ。
打つしかないでね、貯めることはできんからそこだね。ペロンがあれだな。なかなかあれの戦いだな、ほんとな。他になんかな、あれ、熊野さんバージョンなかったかな。はっきり言ってこれだとなんか味方のカバーとかさ、そこら辺のところに左右されたのがすごい多いなんか。ありがとうございましたということで。完全になんか火力だけでなんかいかん方がいいかなってやっとったの。てか私あんまシレナ構成とかやらんのですよね。ありがとうございましたということで。あれなんかほんと強いと思わんもん、マジで。マジで思ってないですよ、なんか。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってさ、時間もったいないのあれだけどさ、どっか他に、クマルタン構成他にあれだったかな。ヒルズ入れたら、せっかくだとどんでかけた方がいいでしょ。なあ、最後ぐらい遊んでこうぜ。ということで。これがほんと主なメインでやっとったかな、この構成が。バター入れて、いや優先順位が熊野たんですが、でその前があれですが、まあ、タウロスのあれだろうな、別に田島でもいいけど、食らう回数は少ないで別にいいんですけどね、あのあれを、あのなんだあれ遅延か、そんなに食らわんでまあいいかなと思ったけど、田島バージョンにしてもでも別に他のとこになんか入れるところがそんなになんていうんだろう、自分の入れたいやつが入れるのじゃなかったんかな、あのタウロスを妥協して田島にしてもっていうような感じだったかな。うん、そんなでやめたんですよ。私はまあこれだろう。うん。火力的には。本当はあれなんだね。水の6800とか打てる風にしといた方がいいんだけどね。思う、それは。私が先行っちゃうとあれだもんな。お城さん率結構高いよね、見とると。お城さんとか水の6800系か、あれだろうね、熊野さんがおるもんでランス勝負か、そこら辺持ってけるもんで手を持っとんじゃないかなーって、勝手な浅はかなね想像しとんすけど、うん、最初に打っちゃダメなんだけど、あれだろうな、火力あるとこ打ってかなかんもんな、これはボムこかかって、届かんだよ、環境な。なんかあそこら辺の、エトナぐらいのとこに引っかかりそうだけどね、あれに。うん、あ、もうあれか。全然あれなんだ。ポムコかかっとるとやっぱ違うんだ。あ、二人おるでいいね。遊べるね、これは。完全遊びだね、これは。2ターン継続したらこれ詐欺だろうな、多分。1ターンでも結構火力ありますよ、これ。うん、でしょう。まだもあんなもん関係なし上から吹っ飛ばしていくでしょ。あー、2ターン食らっちゃうけど押しとくか。うん、高速環境なんてやっぱあれだな、ペロンとされるね。あ、あ、そうか、スキルカウントが間に合ってないんだ。そうだな、4で2はさすがにあれだもんな。さ、今そういえば変えてもよかったあれじゃなかったのか、まあしたけどさ。これあれだろう、ちょっと待てよ、覚えたぞ覚えたぞ、この TT、あの、わかるでしょう、わかるでしょう、これ。
これもあの苦手問題じゃけど、あの苦手問題お気に入り集に入っとるよ。TT が後ろで最近ちょっとさ、うん、止まる。ここで使いたかったってことか。まあ両方際どいあれだな、向こうのがあれかっていうとこだな。ちょっと待って、これって何だった？あれ、あいつも確か、あれ遅延じゃなかった？あいつって。あれ、あれ違った？あのブヨッとしたやつ。違ったか、あれ。あれ違った？ありがとうございましたということで。まあ、このまま行きますわ、帰ずに。うん、せっかくだいさ。ありがとうございましたということで。熊野山法を出した方がいいでしょ。はっきり言ってすごいムラっ気あるよ、うん、普通に勝ちに行くならなんかやめた方がいいと思う。多分やっぱかばってってか風変入れたりして最後全体落ち気味に最後行って全体かけるとかにした方があれだろうね。思う。あ、先生軍団が今日よく当たっとるよ。なんでそんなこと言うの。よく当たっとるよ。よく当たっとるよ。あれ、汚染かった。うん。まああれなんだろうね。だからこうやって、何、火力的にはもうほぼ、凸があるか、貫凸じゃないとあかんけど、でもある程度の火力出せるとこ、一番のところの環境には突っ込めるわけだから、まああれだもんな、とりあえずは。An increase in amount, size, or number, rise, elite, field, island. うん、そう、本当あれなんだよね。書店に入れたかったよね、コスト的に。Rise. いや、熊野さん遊びしたいもんでさ、最初と最後はどうしても何でもいいわじゃないけどさ、まあ、これでいいわぐらい、うん、にしとんですよ、とりあえずね。カーペンター、シューメーカー、テイラー、キーパー。熊野田の球は他へ飛ばしてほしいもんね、できれば。うん、そう。シューメーカー。飛ばしてほしいんですよ。スズメ地味だし、めんどくさいんだよ、今日で。と思っとる、これ。うん。地味にちょこ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 。あれをなんか意外に使ってもあれなんかいいんかなーっては思っとるかな。うん、でこのまたあなんかあの頭痛いのこれあれか音声がのやつか帰れんなオガリコガオルで。うん、まあ苦肉だわなここは。うん、どっちがいいかだよな。どっちがいいと思います？これってその相手の人がどうのこうのとかじゃなくてさ、オガリカは本当だからやりにくいんだよねあれは。あれだいぶちゃんもよう見るねあれね。よう見とるあれ。うん。これだいたいさ、わかる？だいぶ下げる人ってさ、次に火持っとる人だいたい多分。よう今日本当に見とる。あのエイトナーとかさ、あのクサッとやられとるの。お化けもたまに食らったりしたかな。セプテル。2ターンだってあれだもんな、あれは。3万か。意外に届いたね。ね、さてこれは面白くないな。トマト多分まあいいや、売っとくわ売っとくわ一応打たんでもいいと思う、はっきり言って。トマト、あの何も相手バタレとかかかってないもんでさ、いやせっかくだよ、だけどさ、わかるでしょ、わかるでしょ。
一応ダメージ的にさ、お披露目できやさ、7000前後ぐらいやったね。こう似たスペル並べやがったのに。ありがとうございましたということで、はっきり言ってこのデッキだけではない、これはトータルとしてそんな強いってわけじゃない多分。ありがとうございましたということで、シレーナ構成でも本当思うんですよあれ、思っとる。やっぱこれゲームの本質としてさ、火力とかでさ打ってさ遊びたいっていうのはさ分かると思いますけどさ、あれ分かると思うけどさ、何本質的にやっぱ変わってった方が、ゲームの筋じゃないけどさ、としては思う。なんかあれ今日なんかあれなのこれって、まあこれか、どっちでも打てるもんな、お互いに。これはポムが言った方があれだったか、変えてもよかったけどな、どっちからかな、迷っとるってことなんかな。エトナも入れたいんだよな、エトナ入れるとあれなんだよな、コスト的にさ、それとパーセンアップかけさせたいもんさ、せっかくだもんで、そこなんすよね。うん。難しいとこだなこれは。そうだな、いや信じる。私も使わんかな。私は怖くて使わんかなってとこかな。こういうのってさ、なんか本当に読むネタになるとこでなんかないんかな、どう思います？マージャンじゃないけど、なんかそういうの、あ、いい餌来たが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 、ちょうどいい絵になるんじゃないの、ゴスとでウーマンとでハバキで風もらえました。風でまあハバキは別にいいわ、いろんな振り取るとこがあるから。いい映画が出せんかな。どうなかなかおかしいですことない。ただこんだけの多分やっとんだけどね。ただで、どっち行っちゃあれだな。ただこのマウントのこの蘇生はありだと思う。本当はできれば風なしで蘇生させたいんだよね、遅延を若干っていうところ入れて。でもあいつなんだ、マオちゃんのいますが、これでここがあれか、さすが先生早いな。さあ
タゲもあれだね、人さすがだよね、あれって思うぜ、うん、思うわ。これでまあ体力多いだろうか。60% だけじゃちょっとあれだよな、全体かかりすぎだもんな。ここまではとりあえず飛ばしてたどり着きたいけど、電撃までかかっとるもんな。痛み分けか、うん、まあ一応あれか、うん、一応タゲットか。ありがとうございましたということで。でもやっぱあれだね、あの普段さ、なんて言うんだろう、ありがとうございましたということで、ジャンプでもさ、あのホップみたいなとこありますが、ありがとうございましたということで、これだと完全にさね、今までの対戦が本当なんかぬるま湯に使ってたみたいでさ、そんな感じがさなんか思うんですよね。そのタゲとかじゃないけどさね、判断面っていうの全てに対して、うん、なんか今日あれだね。まあでも火力的にはちょっといい絵出せたんじゃないですか。今44分。あと何回ぐらい ?5 分1回ぐらい ?1、2、3、4回ぐらいいけたらラッキー。4発ぐらい。なけなしの4発の弾だね。1時間で12発ぐらいか、あの弾は。あれは任したわ。あっちに任した。私こっち行っとくわ。こっち行ったほうが私は。うん。そう。そう、これがオールでいいんだよね。あのスワークがオールであれだよね。私はあれだけど、クマノタンはちょっと乱数あるよね。5000だと誰か。まあ知らないよ、それは。本当はあの顔怖いんですけど、皆さん。しまった、私いいね忘れとった。先に押しちゃった。うん、ごめん、ごめん。先に押しちゃってごめん。しまった。ん?すいません。でもあの顔ほんと怖いんですけど、あれ。マジで。離れてくるな。デファン。あれ使わんでって言ったんだろうね。そういう意味だ、そういう意味じゃないよ先生言ったの。押してないからということでしょう。先生さ、私あれ見てますけどさ、ミラティブのやつ。多分ダメ計算のあれとかすごいあれだよね。いや私から見たらめちゃめちゃ的確だと思う。俺ね、そのタゲのさ最速にした方がいいとかさ、後でした方がいいとかさ、地味って言ったら何言い方悪いかもしれんけどさ、口が悪いと思われたらいいかもしれんけど、すげえ役に立つ。私だって見とる。あふん、あそうそうなんだ、そうなんだってさ。お前何年やっとんの。いや本当に思っとるよ、うん。なんて言うんだろう、初心者向けじゃないけどさ、そこら辺のところであれだよね、分かりやすいっていうかさ、だからさっきのもあれだよね、使ってないってことだよね。もう絶対に穴も足りるわけないっていう判断だよね。
ウーマン一体じゃあれだな。名前偉そうにここだけやる気になっとんねん、うん、ここだけね、ここだけ、ここで球打つためにあれだもん、右手を鍛えとんだもん、うん、アバイウーマン一時あれで、まあこれだけで、こんだけで終わりだよこんだけの遊びです、うん、まあ一応あれか、入ってるね、ちゃんと入ってるね、大丈夫ね、大丈夫、ああいう時さ私番号言ったらまた今日もさ味方からさなんかはぁみたいなさコメントみたいなことされたんだけどさ、なんかあれだね、あんまりなんか言わん方があれなんかなってね、うん、まあ届きはあれだな、きついなこれはな、一応はここな、あ、じゃあそっちじゃない、そっちだ、今なんかマグネットに引き付けられてピックオンで吸ってたぞお前、本当の作業だったらゴスだもんな、うん、違う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 、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、ゴスなんだよな、本当は。だからああいうさ、そのあの何タゲの指示とかじゃないけどさ、であれもめちゃくちゃあれだよ、あのバフすごい見とると思うよ、お前に言われたくないって、うん、動画見とって思いますもん、本当に。残数とかのあれじゃないけどさ、ありがとうございましたということで、もう何どうしようもなく手が届かん時とかはもちろんあれだけどさ、さあバターライとかはばき確かにそうだね、ありがとうございましたということで、あの何残しといたらあかんもんね、あれはね。あと51分。2発ぐらい打てん？2発、3発ぐらい。熊野丹じゃないとダメだね。引き継いだったら意味ないでね、あれは。うん。最後、大体なるわな、ベンツがな。うん、思うよ。大体王は一緒になるわなと思う。顔が怖い。顔が怖いだな、これ。隣に乗るとあれだな、本当に。ああ、ああってなるもんで、ね。ああ、ああってなるもんで、ね。弱いとこ行っとくわ。うん、別にあれでもいけるんだけどね、あの半個ぐらいだったら打てるんだけどね、あの怖い顔でも確かあれだね、お城あれなんですよね、うん、秘密だもんね、あれはね、さすがスキルは押してくれるあの押されたからね、そういうことだね、ああいうさコメントでもさ、そのなんていうの、場をさね、よくお前だから、お前に言われたくないって、お前に言われたくないって、それをもう本当に、そう、ああいうのでも答えが分かってる時はさ、い
や、だって絶対に私に最初に言ってほしいもん。絶対そうだもん、こんなもん。タウロスタウロスが一番変わるからもね、こんなもん。ねえ、どう見たって。いや、ねえ、風が入っちゃったってちいちゃんじゃないもんね。ああいうのが本当になんて言うんだろう。あなたにないとこだよね。いや、思う、本当に。動画とかあれ見とったら、あ、いいとこ来たね。まあ、2人ぐらいか。か。2人じゃあれだな。あれ、音切れた。火に全体がないでかな。なんか欲しいな。全体じゃないわ。回数でも2回かかっとるか。これ以上かけていかんか。あのね、あの塊にね、あいつ、なった。これちょっと待ってよ。あの、なった。16歳。16歳が絡んだ時はきつかった、さすがに。あれが絡んだ時は、あいつ5万だもんな。おまけに水田で逆属性だからさ、あれがきつかった。たまにターンがずれてさ、最後の何、最終局面のやつがさ、出てくる時あるんですよ。んーで、どこらへん。わあ、でもここらへんか。うん、あのあれだね、80%あかんやつだけど。あ、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません。すいません。ウスがあったでよかったな。これであとあれか。まあ一応これか。本当はでもあれなんだね、これ蘇生とか入れた方がまあっていうのを思うな。勝ちに行くならね。いや、だから言っとるでしょ、言っとるでしょ、言っとるでしょ、だから言っとるでしょ、言っとるでしょ。クマの方を打つために 2,3,4 埋めると他の枠があれなんですって、入れれんのですって。だから火力構成でいくっていうのが本当あれなんだろうな、多分な。どっち行く、こっち行った方がいいだろう、多分。お前みたいなやつだ、ダラダラして6000いくつだもんな、多分あれは。で、おまけにあいつ確か回復率高いよね。私らがこっち歌った方がいいぞ。何の音切れた。まあでもこれ あったらいけたかな、分かったかな。ありがとうございましたということで。あいつが体力多いでな、ビヨンが。ありがとうございましたということで。ごめんなさいなんだけどね。さて、あともう一発ぐらい。クマの方を打ちに行かなあかんで、2発ぐらい打てんかな。まあ煮るわな、最後ね。蘇生とか本当あれなんだけどね、入れた方がね。先生はあれさすがで、4枠の4あれ使っとるもんね。どれでもあれだね。あー、しまった、ちょっと待った。
あ、忘れとった。これ忘れとった。しまった、忘れとった。あ、よかった、よかった。いいわ。あっち残しとるかあれだわ。これまあいいわ。多分、一応こっちやっとくわ。うん。うん。多分出るだろう、あれば。でも今日さ、あのこれ、避難中傷とかで言うわけじゃないけどさ、秘密のエトナでさ、こんな感じの時にさ、一応万が一と思って何、あとおいで回答して何、タゲはしたんだけどさ、よかったんだけどさ、あの、エクスクルーシブ。あ、落ちちゃった。どっちにしろあれか、こんな距離であれか。500ぐらいだったかな、ダメージが。エクスクルーシブ。いや、宇和島に 50% 食らったのもあるけど、あれもうちょいあれかなと思って。いや別にあれでそうやってなんかあのイチャモンつけたりしてるわけじゃないですよ。なんか私悪い人だと別に思われてもいいけど、あ、そういうこともありましたっていうこと。よう出てくるな。ここあれだね。いただかなかんね。ハマキイチ、花ちゃんもいますです。で、連撃が？コレスポンデント。あ、芋だけか。さて、あ、花ちゃんあれあれだね、二つでやめとるね。そこまではあれだったか。ハマキかかってあれだったか。そうかそうかそうか。アテショイ。そうか。もうちょいいけると思ったんだけど。3万、そんなにあれか。あ、でもあれか。1万の5、10万ぐらいか。コストが3万ぐらいだからあれか。幅切りの 60% かかるとどれぐらいになるの？色振りなのがやっぱでかいんかな、あれは。どうなんだろう。落ち構成でもやっぱあれだろうな、こんな感じの全体かけてたら本当あれだと思う。最後のところはこれで、え、ちょっと待ってよ。 For the first, the first time, in the first place, firstly。ハバキが一番あれだろう、これは。全体攻撃2人しかおらんであれだもんな。あの2人間違えたらもうあれだもんな。あれか、色の分、あ、そうか、等倍だねか。あ、そういうことか。あ、そうかそうか、ハパキ引かずだ、誰か。エヴァンジェ風入っとったらあれか。エヴァンジェの方下げた方が良かったんか。そっちの方が良かったね。ねえ、ありがとうございましたということで。あ、もう1時2分。終わっちゃったね。最後でもまあいいあれじゃったんですよ。ゴスさんの幅木一か、ありがとうございましたということで。まあ普通にやれたらあれだよね。うん、かけ、あれもうできるか？ちょっと待って。あ、終了だね。
まあ成績的にはこんな風によろしくないところなんですけど、91の50、ちょっと待って、そうだね、91の56だね。よくないね。よくないな。やっぱあれなんだな。火力構成でいくとやっぱあれなんだな。まあやっとる時からうすうす気づいたんですよ。まあ、上から行きましょうか。だいたいあれだったでしょ。上から行きましょう。まあ、遊び。なんか熊野タウンを作った遊びじゃできんかなと思ってさ、風邪変してサルパで落として、なんかやっとる人がおったらちょっと面白そうかなと思って、これやってたと思うんですけどさ、先落ちとかで何4枠で全体攻撃とかかけてきますが、だったら別にあの熊野タウンで打ってもいいよなって。これがね4凸かで6300でイベホ入るから9300ぐらいってこと、そんなもんぐらい、 1.5 ですよね。9000、まあ1万弱ぐらいの5回4万5000ぐらいか、それの2回9万ぐらい、非換算、ただ水換算だったらあれか、半分になるか、でもうどんかけとるから、ん？ 40% ぐらいか、まあみたいな遊び、まあね、火力は的にはね、ゴスとかあんな感じというか、幅きとか並んでたけど、でもあれだね、ああいうのが今度面白くないよね。もうこれも一緒の感じだね。うん、たまにはね、うん、こんなこともね、うん、まあやっとるとか思ったら、これもまあ一緒、ただ最後マハーラにしたもんで、落ちて止めたらどうかなぐらいにしたっけ。結局234は変わらんわね。ああ田島でもまあいいんかな。タウロスの方が私あれかなと思う。ただ今日見とるとコストがまああれか、200ぐらいあるせいか、フロヤとかほとんど見かけんかったから、田島でもあれかな、あんまりなんか食らっとる感じなかったし、大仏遅延とかめちゃくちゃなんかやられとるって、うん、ちょくちょくはなんか刺さっとるかなと思ったけど、ヒルズにするとあれなんだよね。せっかくだでさ、本当はヒルズの方がやりやすいと思う。2枠が これぐらいのコストで埋めるんだったら、どうしてもこうやってやってくっていうんだったらね。だってこの構成でいうと、あと初手を何、熊野タウンをもうちょい下げて、あいつバタリアかをなんか他のに変えるかだけど、まあそこら辺別にどれでもいいもんね。どれでもいいってことないけど、234さけさ、しっかりしとるとか、熊野タウン砲だけ打てはさ、ヒルズだとやっぱうどんかからんとあれですわ。ヒルズの方が正直やりやすいと思うよ。別に赤うどんはやりやすいとは、これこっちも思ってない。うん、こんなやつなんか面白くないもんね。なんかあれだもんな。うん。だし、ちょっと会いにくいよ、遅延は。3枠のとこ微妙にあれだね。うん。田島入れても止めきれるってわけじゃない。だから、うん、これが逆にさ、落ち構成で全体かけても結局そこにバタレとか打ったら止まるんだったらさ、クマウンターン打っても別にいいんじゃねえみたいな、うん、風にしたんですよ。こんな感じで。で、最後止めたらと思ったけど、いかんいかん。やっぱちゃんとクマウンター打ってかなあかんわ、と思ってさ。うん。昼間とか、そんなもんぐらいだったら別にこれで普通に良かったよ。こんな感じで。まあ多分そんなんじゃないかなと思って、落としてじゃないけど、耐えてとかさ、風にして、で、最後、絶対かけていく。な、こういう感じじゃないかなと思ったけど、私は4枠で蘇生かけたいかな。あそこはもうかばえる保証ないもんね。はっきり言って、なんか。うん。それは思っとる人だわ、ね。これも似たようなところか。ちょっとこの繋ぎ方が難しいよ、風呂屋さんとあれの。うん。落とすには落としやすいんですけどね。今日だとちょっとあれかな。火力不足感あるかな。風変は結構多いからあれだね。あんまり引っかからんとこありますしね。うん、まあこれも似たようなやつだね。もうちょいコストが低いところだといいんだろうね。なんでこれ160で抑えとるの？書店もなんか変なのとるし、耐久を上げたかったの。まあでも、考え方的にはこんな感じだと思う。かばってじゃないけどして、最後、まあ落として全体攻撃かけていくみたいな。その全体攻撃かけてもあれなんですけどね、保証はないんですけどね、はっきり言ってね、打っていけるっていうのは。安定感はない。まあそれぐらいバタリアのあれだね、硬いもんね、あそこがね。まあこれも似たような感じだね。もうちょいコスト安い時か、これでいくと。
これ同じやつだな。何やろうとしたのこれは。風が多いであれか、火で売っていこうとしたのか、熊の歌を何かしようとしたんでしょう。まあ、せっかくなんで最後の日ぐらいさ、なんか熊の歌を使って火力デモンって思ったんですよ。なんか遊んでみた。遅延並べてたらどうかなと思って。止まるけど勝てるってわけじゃないね。でも確かに使ってみたらだいぶつあれだね、サクサクあれだね、止まるね。たそれだけで勝ちにやるかっていうで、まあ、まあでもこれやって一回やった、ああ今日はこういうことやったとか、今日は熊の歌で遊ばなあかんわと思ってさ。で右のやつか。真面目に本当行くならこんな感じだと思う。おばきゅうが遅延食らう可能性より、あの何、全属性でとりあえずね、風変されても不利受けんっていう風にしといた方があれかなって思った。うん、火力3400の別に全属性やつあれだもんね。ちょっとあれか、不足感はあるか。そんなに遅延食らうわけじゃないし、だって風遅延なんかもほぼおるわけじゃないしさ、1回か2回ぐらいかなみたいな。大仏はまあまあだったけど、そんなになんかあれだもんね、使っとって、こうていうかこのデッキが多分一番良かったよ、はっきり言って。いやでもこんなことやっとる場合じゃないよなと思ってさ。こっちもそうか、これもそうか。あ、こっちがあれか。そう、マウントだとちょっと体力が多すぎるかな、落としたいかなと思って。本当は魔王ちゃんにしたいんですよね。魔王ちゃんにすると最後あれなんだよね、イタチっていうのがちょっときついんかな。だってコスト的に逆にこっち落としちゃったら悪いかなっていうふうに思った。まあそんな感じでございます。最後ぐらいたまにはね遊ばんとね。まあ、トータル的にはこんなのよろしくないですけどね。あの悶絶かあれのヒーター数を出したいけど、ランキングやっていくと他の人とか映っちゃうとあれでしょ、まあ、見てくださいなみたいな感じか。枚数何枚やったかな、7枚か8枚ぐらいで、4卒だから半分ぐらいじゃない、妥当じゃない、だいたい感覚的に思った2分の1ぐらいかなと思った。トータルで言うと良くないか、390の良くないな、良くないな、良くないな。まあいいんじゃない、たまには。ただでもやっぱあれなんだろうね、これって熊の炭鉱の遊びはいいとして、ゲームの本質としてこっちの方がやっぱあれなんだろうな、勝ちやすいんだろうな。コストム制限の時のああいう何、部屋割りがごちゃ混ぜじゃなくてさ、部屋割りがない時かが、あ、部屋割りがある時かがどんな風になるかが見たいね。もう私昔からずっと思っとんですよ、田島シレーナ構成とかさ、遅延構成は別だよ、あれそんなに強くねえよなと思って。日によってはあれだよ、その時間帯とかじゃないけど、条件とかによってはそれで火力で打っていった方がいい時もあるけど、なんか本質としてやっぱあれなんだろう、どこかでかばった方がいいんだろうね。だって何、こっちのデッキ右にあるからあれか、ちょっと待ってよ、さっきのあれ出すか、どれだったかな、これでいいわ、これでいいわ。これだってうどんのところで全くかばう要素ないですが、耐久要素もないですが、別に水のうどんにしたって耐えるってわけじゃないですが、素で一緒なんだもん、色が違うで、相手の相性だけでそんなに変わると思うよね。まあ別に水の方が確かにあれだと思いますけど、でまあ田島は確かにタウロスだったら耐える可能性はあるけど、でも別にかばったりしてあれだもんね、むしろ落とそうだもんね、火力役だもんね。で、熊本なんか全然耐久要素ないですが、ただその何、カバキとかの塊を貫通していけるっていうところ、たった一発だけど、ロマン砲を打っていくっていう。やっぱりだからあれなんだろうね。だって右の構成で言うと、いいね、だっていくら何風でね、有利取られるって言っても、一体は残す可能性はゼロではないですよね。その味方と敵の火力とかのハイパイによっては。可能性はあるもんね。で、オバキューだとそうだね、遅延食らったりとか、ね、薄砲食らったりとか、あれか、ポムとかあるって言っても、別に風変してそれで不利取るってわけじゃないし、もちろんポム砲食らうからあかんって思いますよ。当然、風に変えてないから、その分の、ね、バフっていうの、デバフっていうの、ガーってかかるとこあるけど、耐える可能性はあるもんね。で、蘇生したらあれだもんね。そこで、残数あれだもんね。
まあもちろん相手に蘇生があったら一緒ですよ、同じような構成があったら一緒ですけど、ねひっくり返るというか有利取れるもんね。そんであれだもんね、最後全体かけれるもんね。個性的に多分あれなんだね、このゲームって。なんかもう本当に火力オスの方が勝ちにくいんじゃないかなっていうのはずっと思っとった、シレナ構成に関しては、うん、音入ってるね、うん、だって今日一日 ほぼこの構成あれですよ、熊のターンをなんかかける構成だから、カバー関係でやって、最初ちょっとやったんかな、でもなんかこんなことやっとったら寛容だなと思って、せっかくだねと思ってさ、遊んでみようと思ってさ、やってみて途中から思いましたよ、これあんま強くないよなと思って、なんか勝ってきるデッキじゃない、なんかじわ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 なんか負けが込んでくるなって、それは思ってたんですよ。まあまあいいわと思ってさ、うん、じゃないかなと思う、なんか、うん、私はねゲームの本質的に、だから相手に有利取られんような色とかじゃないけど、そこら辺とかでかばってって、でスキルのパターンじゃないので、3とか4とかいくと火力出せるとこが出るから、そこら辺ぐらいからなんだね、全体とかなんかシフトしていくとかっていうのがなんかあれなんじゃないかなって思ったんですけど、どうでしょう、うん、まあそんな感じでございまして、うん、これまたあれか、何もお知らせは別にやから、なんか画面あれだね、ちょっとラグがあるね、イルガリのもう箱もないもんね、うん、いや何もないですよ、もうチョコで、いや開けんよ、いや別に、いや、いるのないもんね、この前もダニアのスタート系使っとりさ、まあそんな感じでございまして、今週もまたあれか、対戦なんか、うん、まあまたなんか面白いネタは、うん、ね、仕入れ、あ、一応あれだね、ガチャのネタ的にはあれだもんね、だいたい 50% ぐらいじゃないのって思っとる。数字的にはだってこれだとですよ、5枚ですかね、1、2、3、4、5、確か8枚ぐらい引いとると思う、私使った枚数がね、対戦入る前に350ぐらいだったのかな。で、対戦中のどんなものなの ?350 で8でしょう。8回引いとんでしょう。あ、でもあれか、悶絶が毎回当たるわけじゃないんだ、あかんか。何回引いとんだろう、これ。たまったチケット全部使っとる。現在ちょっと待ってくださいよ。20枚だけど、これは3、4回ぐらい多分引いとるはずだと思うよ。だから、トータルで12ぐらいは引いとんじゃないかな、多分。うん。多分ね、そんなんだと思いますけど、まあそんな感じで終わりましょうかということで、ちょっと仲間減ってきたもんね。まあそんな感じでございましたということで、はい、ということでそんな感じで終わり。